こんばんは、アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。2023年3月7日火曜日、今日のゴシップ。さあ、今週もリスナーから鮮度抜群のニュースが届いております。はい。今週は、芸能、エンタメ、ファッション、流行、ランキング。さあ、いつも通り平子さんに聞いていただきます。春のファッションが気になりますね。春のファッション。ね、これだ。それ。流行。ラジオネーム、シャカリキコロンブス。サブスクで見られる映画をあえて、ツタヤでレンタルする、ツタルが、高校生の中で流行。いや、でも、わかりますよ。うん。なんだろう、ちゃんと手間暇をかけるってことで、うん、きちんと見なきゃっていう姿勢がね、うん、なんか、自分の中で生まれるというか。うん。そうですね。家でいつでも見れる映画もちゃんと映画館でお金出して、ね、指定された時間に行かなきゃいけないっていう制限の中行った方が、うん、頭に詰め込もうっていうね。確かに。選ぶの楽しいですもんね。楽しい。で、最新作が全部レンタル中になってる。うわ、懐かしい。うん。で、一本残ってる。そう、あるもんね。そう。一本残ってる。ああ、でも、翻訳版か、みたいなね。日本語版か。返却んとこね、棚探したりとか、ね。そう。懐かしい。店員さんがちょうど入れたりね。すごい。これ懐かしいっていうのすごいっすね。すごいよ。今だからさ、俺らの世代で言うとベタな話のさ、AV 借りるときに名作で挟んでなんてことは今の、ね、サブスク世代はやる必要がないわけだから。うん、挟んでたね。ねえ。イカレスラーとかで、B 級映画で挟んでたもんな、俺、やっぱり。俺、格好の素の、うん、なんと上でか下かで、そういう、ちょっと文学っぽいやつ。ダセ AV ね。そうそうそう。ダセ AV だね。海の上のピアニストとかで挟んで、サンドイッチでね。やってたな。借りるなんてのもありましたけど。いやもう一生レンタルってどうなんだろう、しないのかな。だけど、今わざわざさ、カセットテープで音楽聴く世代とか、うん、レコードが、ね、うん、レコードで発売されたりとか、うんうん、アナログチックなものが戻ってきてるじゃん。はいはいはい。でもなんか味ないじゃない、そんな味気ないっていうか。でもこれは大事な時間だな。いやそうっすね。なんだろう、俺 VHS の復活でいいと思うわ。本当に。そうだよね。普通に子供の頃は VHS のレンタルビデオ屋だったもんな。ね。普通に。雑な個人店だと巻き戻してなくてさ、途中からも流れてなんかちょっと見ちゃったみたいな。割ったな。あるでしょう。うん。でも古いビデオだとジリ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 ってずっと横線入ってて、うん、取り替えてもらいに行ったりとか。うんうん、うんうん、あった。自己動予約もあったしね。あったよ。テーブルの上セットして。いや、そうだよ。ずらしたら姉ちゃんにボコられたからな、本当に。あれはね。いや、大切な時間だから、一つの作品を見るのに我々は、本当に時間を割いてたわけじゃん。うん。で、家族で今に集まってさ。うん。やることも。大事に大事に見ましたもんね、やっぱね。大事だ。あの時は。うん。借りてきたもの。そうよ、うん。で、VHS の薄くなったパッケージの裏見て面白いかどうか、ジャゲ狩り、うん。すんげえ日焼けしてるなったもんな、昔。そう。で、二日延滞して500円プラスで払って小遣いゼロになって。あんなこともうないわけですよ。タイタニックね、上下巻になってね。なげえやつはね。そうだ、そうだ。なげえやつ、そうだったな。そう。美しかったよ。美しいよ。うん、やっぱり。そうだね。うん。いや、昔は昔はって言うつもりはないけど、うん、このレンタルビデオにおいては、うん、俺らはいい時代を経由できたんですね。そうだね。進化の過程をこう、うんうん、見れたっていうか。リアルを見てたな、あの時は。うん。ああ。懐かしい。コリショーのおじちゃん家にレーザーディスクが並んでたりさ、もう見れねえんだこれって。プレイヤーねえから。友達ん家泊まり行くときマストだったもんね。マストだった。借りてね。夜中ね。お母さんたちが寝静まった11時半ぐらいになんか借りに行って、なんでか知んないけど、もっと早い時間に行けばいいんだけど。そうそうそう。それがワクワクしてね。そう。なんか、ああいうレトロビデオショップってちょっとギラついてたからね。うん、深夜のツタヤね。そう。たまらんよね、あれ。いやそうだよな。そうだ。変わってくね、ここ。10年、20年で。ツタヤ今何あんの？ツタヤって何？
もう CD のレンタルとか あるか、あるかないよ、ね、CD のレンタルってどうなんですかね。今どうなってる、あれ渋谷とか俺行ってないな、トントなんか携帯とか売ってるみたいなありますよね。ああ、携帯ショップとかごっちゃになってたりするのかな、つったや。うちの近くのドラマは途中からなんか貸し漫画みたいなのとか、ああそうだ ね、うん、ねレンタルコミック的な。でも漫画ももうね、うん、デジタルで読めちゃうし、うん、どうなってくんだ、どうなってくんだろうね、またこれから。うん、早いな、マジで。あともうでもサブスクが進化することってなくない。いやそれ多分そのこのツタヤのレンタルの時代もこれ以上進化ないって言ったと思うよ。でもサブスクはどうすんのさ、進化って立体になっていく、なんだろう、もう脳内再生じゃない。ほうちょっと一周できちゃったよなんか脳内再生とかになってくんのかな。ああ、画面で見る、立体にもなるのかな。うん、そうだね。うん、一回ツタヤ行ってみようかな。視察。ああ、うん。うん。レンタル物は置いていないのかね。紳士で行くわ。君。君ちょっと。レンタル物は置いていないのかね。こちらへ。鉄扉で。あ、来週までにレンタル DVD 一発見てくるっていうの。宿題？めんどくせえ。今どうなってんのか。ああ、うん、まあ俺ドラマならいけるから。そうだよね。ドラマはいける。最新作の映画ってどれくらいの本数出すんだろうね。あね、とか気になりますよね。確かに。うん。近所にあります？だドラマはあるわ。ああ。ドラマ。ドラマっていうね、レンタル。高円寺はドラマが牛耳ってたんだけどね。今は古着屋さんになったりさ、ゲームショップみたいなとこが。ああ、そうか。うん。ある？宿題にしようか。ある？うちある。しかもない。どこにあるんだろう。ないかも。申し訳ないけど、渋谷まで行ってくんねえかな、じゃあ。ちょっと待ってよ。ここまで行くの、俺。いや、そこはあそこ。結構かかんのよ。赤坂？あ、赤坂？あそこにあるか。セブンイレブンの前。もうないの？え、赤坂あったっけ？うん、地下の駅。あー、あったあったあった。あー、そっかそっか。ないの？スーパーになった。すっげー。はー、怖っ。怖いね。はぁ。宿題でちょっと、渋谷店まで行ってきてください。じゃあ、平子さんは？高円寺。ドラマ。高円寺のドラマ。ドラマ。ドラマってちょっとまだ馴染みがない人。ドラマ、俺はわかるけどね。ね、俺はわかるよ。地域によってはドラマが、うちもドラマがメインですよ。ツタヤって何ですかっていう人もいるから。変な色味のね。そう。絶妙なピンクなのか紫なのか。ドラマっていう名前すごいな。すごい。ちょっとごっちゃになるもんね。こういう会話してるとね。確かに。ゲオもそっか。あ、ゲオね。うん。ゲオね。ゲオも行ってたな。ゲオも。地元のゲオあった広い店舗は、店舗7回ぐらい変わってんな。あ、ゲオの形のまんま。あ、うん、あ、川崎のゲオ、昔、東和っていう名前のなんかレンタルビデオ屋さんだったな。東和って言ってたわ。東和のカードめっちゃ覚えてるわ。黒と白の。めっちゃ覚えてる。あ、三茶はさ、ツタヤがあるからこそ、ここに住みたいっていう若者が全国から集まってる。キャロットタワーのとこだっけ？キャロットタワーにあるね。ね、うん。あるな。今もあるかな。あれはあるか。あれはさすがに、国の保存になってんじゃない？自己足みたいなもんだもんね。ツタヤの、本当に、うん。そうだね。うん。キャロットタワーってすげえな。オレンジだからでしょ？あれ。キャロットタワー。三茶キャロットタワー。すごいよね。そうか。うん、ああ、ちょっと宿題にしましょうか。宿題ですね。借りてみんな。はい。何見るかにもよるよ、これ。いやいや、確かに。センスと悪いよ。借りんの？いや、借りません？あ、でも見るものがない？いや、でも。っていうか、ないかもしれないじゃん、もう。レンタルのその、DVD ビデオ関連が。あ、多少あんのかな、一角に。会員なり直すのめんどくさ。
ね、ドラマ、今無理。ドラマ会員でしょ。いや、俺会員になったけど、もう 1年とかで更新してないから。もうそうだわ。伝えな。ゲオあるかも、カード。一回行ってみましょうか。来週。一回、一回行ってみます。はい。視察に。視察は行ってみます。じゃもう一つ行きましょうか。で、ランキングがちょっと珍しいんで、ランキング行きますか。ランキング、はい。ラジオネーム、シャカリキコロンブス。錦糸町。狙ってる女の子との飲み会にちょうどいい街グランプリで7年連続1位獲得。錦糸町今すごいんだよ。錦糸町すごいですね。綺麗なお店、大きい公園もあって整備されてて、はいはい、あるね。で、ああいう何？ショッピングモールみたいな。ショッピングモールあって、だけどあの小売店なんかもいっぱい充実してて、ね、すごいよ錦糸町。うん。でもほら。女の子とお姉ちゃん系と行くとき、うん、我々は、うん、やっぱ、中野高円寺とか、はい、西行っちゃったらやっぱ芸人とかめっちゃいるから、そうですね、会うの嫌だから、やっぱ錦糸町ってやっぱ我々は一番使ってた、我々はというか私は。あ、そうですか。錦糸町一番いいっすよ。プレイスポット。プレイスポット。何度かお邪魔させてもらいましたから。あ、そう。はい、若い頃は。あ、まあ、中央線から一本でね、うん。行けるしね。うん、いや、いいっすよ、錦糸町。あ、錦糸町だったんだ。錦糸町めっちゃいいっすよ。絶対いないし。人ね。人。人はいるわ。人はいるけど、芸人いないから。知り合いは合わない。合わない。絶対合わない。まあ、なんか、のんべいに優しいような、うんうんうん。雰囲気は感じるけどね。うんうんうん、あんまり行かないですか、さあ、錦糸町。いや、真逆通るけどね。車で通ることはあるけど、あの辺は。そうだね。プレイスポットで言ったらどの辺だったんですか？この女の子との飲み会にちょうどいい。ああ、それこそ、うん。昔の話ですよ。うん、いや、渋谷、赤坂、麹町。麹町ごめん。ごめん。ごろだけで。トラさんの、いや、知らない。工場で、四ツ谷赤坂、麹町。ちょろちょろ流れるお茶の水。いきな姉ちゃん、立ちしょんべん。知らない。日テレしかないじゃん、麹町は。そうだね。いや、でも渋谷とかかな、飲んでたのは。渋谷の、まずい酒だったな。それでも何とも思わなかったな。うん、本当だね。化学飲料飲んでんのかと思ったよ、今、考えると。酒。カラオケの酒もまずかったよな。まずかった。まず、ベタベタしてさ。ね。よく飲めたわ、あんなの。あ、もう朝までなんか無理だもんね。無理。本当に無理。無理。うん。帰るもん。いや、昨日もひどい飲み会だったよ。昨日もね、うん。無理だよ、やっぱり。麹町に行ってるとゆで太郎しかないって。いや、ないじゃないですか。他ありますか？ゆで太郎、着目する？ごめんだけど。駅降りてゆで太郎あるイメージあるから。ゆで太郎、あるんだろうけど、はい、いや普通にさ、うん、立ち食いそばとかさ、はい、他のそば屋さんとか、いろいろ麺類、はい、麺類多いじゃん。はい、あの辺。新橋とか、まあ、蕎麦とかね。そう、うん。ゆで太郎、すげえ好きじゃん。いや、俺好きじゃない。前もなんか、好きじゃないから、ね、前も着目してたよね、ゆで太郎に。着目してないけど、引っ越しの時ね、その、ゆで太郎をメインに軸に考えるっていう。不動産屋さんがゆで太郎軸に考えてるから。それ自分染みついてるから。三茶におけるツタヤみたいなもんで。ゆで太郎基準では考えてないんですよ、ね。ゆで太郎あるないで、うん、家賃3万とか関係ないから、上がんないから。そうでしたっけ、はい、いいですね。お若いままで。何よりでございますか、ね。アルコ&ピース DC ガレージ。あー、イエス。改めまして、こんばんは。アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。毎週火曜日のこの時間、我々アルコ&ピースがお送りしてまいります。お願いします。お願いします。平子を倒す唯一の方法は花粉なのかもしれない。いや、花粉はすごいですけれども、ね、相当多い、ね、今年はね、本当に毎年言われてるけど、今年は本物だったね。身をもって体感してますよ、まさに今。そうっすよね。今日もひどいな。今日もひどいですよね。ひどいです。多分数年セーブしてた木は熟したって一斉攻撃ですよ。あ、これね、本当そうらしいです。あのね、朝のラジオでね、うん、あの、先生がいらっしゃって、紳士だったけど、ジェントル。ジェントル先生。ジェントル先生がいらっしゃって、花粉ジェントル。
君の尾行を少々くすぐらせてもらうよ。はやんだよ。刺激させていただくよ。変態紳士。ほらお水がたくさん出てきたね。先生、先生ね、先生が来て、うん、ここ何年か大したことなかったって。うん、だからそれが一気にパーン。じゃあ本当にそうなんだ。そうみたい。今年はそれで多いって。いや一斉攻撃する平子さんみたいにして。薬はどうですか、飲んでいらっしゃいますか。薬はね、もう致死量とは言わないけど、うん、いっちゃってんね。マジっすか。で行き過ぎると良くないんだって。はいはいはい、はい、行き過ぎると余計詰まっちゃったりとか、はい、うん、でもそれ行き過ぎで詰まったやつをまた治すためにもう一回噴射しちゃうとかね。あ、矛盾の中で生きてるよ。はあ、きつそうだもんね、やっぱ。あなたなります？僕も今年は大変っすね。ぐちゃぐちゃ。だからもう、ここ数年薬とか飲んでなかったです。今年は飲んで、目薬して、点鼻薬してみたいな。なんか乗っかってる感あんだ。その、流行り物みたいな感じでさ。いや、嫌なのよ。いや、俺もちょっと、いやいや、楽屋とかでさ、花粉症きつい人と話したりするんだけどさ、うん、なんか、なんだろう、羨ましそうな顔でこっち見てんなみたいなのが感じるのよ。いやいや、仲間にしてほしいじゃないですよ、羨ましそうな顔。本当？いや、マジマジ。あんまならないイメージあんだけど。いや、すごいです。今年はやばい。って言いたいんでしょ？今年やばいって。なんとか耐えてきたんですけど、薬なしで。スパイじゃん。スパイって何？これを何？花粉ジェントルに俺報告する。今。今です。花粉サイドの人間。そんな人間いないです。花粉サイドの人間は。うん、聞いてます、聞いてます。でっかい黒い岩とかの前にいる花粉の補佐みたいなやつのとこに行って、幹部が何人か並んで立ってて、マント黒いやつが、そこにバー来て、杉の大木が真っ黒の杉の大木、原木と言われる、原木。原木杉。原木の前にひざまずいて、ご報告申し上げます。縄文杉見てるってっけやつ。で、変な幹部に殺される雑魚。違うのよ。スパイなんていないんだから。いや、すごいな、本当に。これはね。だから服につくとかも言いますもんね。だから服をはたくとか言うじゃん。うん、家帰る前に、うん。関係ない。もう、俺レベルになるとね。ああ。そんなもん。うん。いくらはたこうがなんだろうが、もう入っちまったもん、入っちまった。俺逆にもう俺花粉吸いに行こうかって自分から吸おうかって思ってるもんね。あと治す方法ないから、自分自身が花粉に近づくことで花粉症にならない、うん、はあ。俺自身が花粉症だっていう、うん、なんだろう、この体に覚え込ませる、お、花粉そのものに俺自身がなるから、そうすると花粉症ではないじゃん。花粉になるんですか、俺そのものがね。どういうこと？花粉になる？わかんないかな。わかんねえ、俺自身が花粉そのものになるのよ。聞いたのよ、それ。から改めて言われてもわかんないよ、それ。その、杉の原木様の前にひざまずいて。私をどうぞ。仲間に入れてくる。で、半分になってシューって消えて。ふわまあ、アベンジャーズみたいな。あれ花粉になったのかな、みんな。アベンジャーズ半分、宇宙の半分が花粉に。違うね。違う。だから今年しんどいみたいな。いや、花粉症の人大変ですけど。大変ですよ、これ。ね。R1 ね。はい。R1 おりましたから。第21代王者。田津原リオン。うん。すごいね。大阪 NSC35 期がすごいってなってるらしいんです、はいはい、これ。R1 覇者の浜田雄太郎、ユリアンレトリー、それで田津原さんは同期だそうです。俺ね、ちょまだね、真ん中くらいしか見れてないんだよな。ちょっと仕事中だったから。いや、でもすごい面白かったっすね。カードのね。カードのやつ。カードゲームのやつね。あれも、なんかね、グッズみたいなのにできそうだしね、なんか。ああ、なるほどね。うん、ああ、うん、すごいね、ここはじゃあ、花の何期、35期みたいなことになってんだろうね。じゃないですか。ね。うん。坂井さん、オリラジ世代。オリラジが同期。オリラジ同期。ニッチェ。うん。三四郎。はあ、ははあ、とか。
ああ、うん、意外と豊作な気。豊作。いや、それでもね。変なやつも多分いるよ。知らないもんね。いやいや、もちろんね。うん。うん、だって、この花の難期っていうのは変なやつ入れねえじゃん。入れない数え方じゃん。剣崎実とか変だよ、やっぱり。剣崎実。ちくわマンとか入んないでしょ。多分同期っぽかったけど。あ、そっか。そう。あの辺そうなんだ。平子さんの同期は僕もよくわかんないけども、年齢も一緒で木も一緒だね、始めた木一緒だねって、唯一はっきりわかってるのは、うん、バッドボーイズ。佐田くんが、佐田くんも二人ともそうだけど同い年で、佐田くんはよく喋るんだけど、うん、すごい佐田くんさ、YouTube でさ、うん、旧車のバイクのやつですげえ、はいはいはい、再生数とかすごくてさ、うん、一説によると、最近からなんか旧車当時物のバイクが値段がすごい跳ね上がってるじゃん。うん、あの、ほんと一説よ、うん。佐田くんのせいって言われてるぐらいよ。マジで。もうあの辺が、あ、昔バイクもよくいじってて、うん、大人になって、うん、今はそういうカスタムをいろいろ旧車で当時のものを探して揃えて、うん、それがすごいバズってて、うん、そっから旧車の値段上がったって。すごいね。うん、一方から言われて、それ佐田くんに聞いても、いや、そんなことない、その、もう最初から、最初、もう、そういうブームやけんって言ってた。福岡の名前が。福岡の、そうそうそう。あ、すごいね、でもね。うん、それだけ話題、確かに、再生回数とかいかついもんね、だってね。いかついよ。登録者数とか。うん。DIY とかね。ああ、やってるもんね。うん。そっか、そこが同期。タメは他誰がいるんですか？他、だから、タメですごい人は、やっぱりオードリーとか、麒麟の川島くんとか。それタメなんですね。あの辺が、だから、花の世代？だね。ああ。すごいよ、だから。山ちゃんとかは一個上とかかな、あの辺で。歴で言うとってことですか？歴で言うとどうなんだろう。俺もよくわかんないじゃん。まあまあまあ。好きにしてくれ、だからさ。だからよくわかんない。だから、千鳥は千鳥じゃん。千鳥は一個下なのかな？木もよくわかんない、その辺も。うんうん、で、俺、山ちゃんは年上だから、年上の人。うん、だけど、うん、山ちゃんは千鳥さん。はい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 。わけわかんないな。吉本がきっちりしすぎてんだよ。吉本以外ってぐちゃっとするじゃん。まあまあ。知り合いとか友達だったら、後々後輩だってわかっても、うん、友達のまんまじゃんか。うん、わちゃわちゃってするし。うん、吉本が、まあ、若手がさ、楽屋挨拶来てもさ、うん、NSC 何期生の何とかと申します。うん、何期生いる？他事務所の俺に。まあ、それがなんか基準になってますよ。他の事務所もなんとなく、オリラジ世代じゃないですけど。うんうんうん、もうさ、その何？弟子っ子制度でもないしさ、うん、弟子っ子制度だったらまだわかるじゃんか、うんうん、住み込みで、うん、兄弟子がとかだったらそれで一期生だ、うん、半年違うとかわかるけどさ、うん、時代じゃないよな。タメ口 OK、 全員タメ口。じゃあそういうフランクな、あ、タメ口で、あ、こいつ後輩なんだろうなっていうやつでもうほら、うん、外行くとさ、まだライブしか出てない時ってよくわからずに、うん、わーってフラットで入ってくるやつとかいるじゃん、はいはいはい。それが、俺が先輩だみたいな感じ。後輩なんだけど、うんうんうん、俺の方が先輩だろって勘違いして入ってくるやついるじゃん。はいはい、俺それ別に何も言わないよ。お、マジっすか。へえ、そういうやつなんだなって思うだけ。いやいやいや、言ってるよ。言ってるのと一緒だよ。言ってない言ってない。言ってるやつよりきついよ、それ。たまに言うのよ。あの、あ、先輩になりたがりな。じゃあ、オールタメ口 OK。誰が？平子さん。誰が？あ、みんな、全員から。全員。全然構わない。だって人間として捉えた時にさ、うん、別にそこで1年、まあ、2年、俺誰の言葉だっけな、これ漫画かなんかかな、うん、親が1年早くセックスしただけじゃんかみたいな、いいっす、かっこいい、それで偉いかねっていう、あ、なるほど、うん、なんなら後輩になってもいいわけじゃん、親が1年セックスした方が恥ずかしくて、うんうん、ごめん俺親が1年早くセックスしただけなんで、うんうん、敬語使います、うん、でも全員同期。平子と全員同期ってことですね。そう、うん、俺前も何回も言ってるよ。いやいや、そうですね。うん、言ってますもんね。これまで言ったじゃん。地球儀で俺考えてるって。地球の、地球っていうものの一つのね、地球や宇宙の大きな誕生として見たら、うん、人類なんてみんな同期だと。ああ。うん。マジか。そんなもん、うん。でも俺がじゃあそれは先頭歩かないといけないの。平子は。うんうんうん、いや、ここはだってコンビ組んでんだから。あ、まあまあ、だからそう、そういうもんじゃん、結構。みんなそうじゃん。みんな。先輩後輩でも、組んだらさ、うん、結構フラットになったり。うん。じゃ、開こう。目つくぞ。全然ダメじゃん。目つくぞ。厳しすぎないですか？
DC ガレージ。ちょっと厳しすぎないですか、目つくとは平子の一言だけで、うん、ちょっと吉本すぎますって、それは超吉本、超吉本じゃん吉本のさらなる吉本、吉本超吉本、うん、何それ、 ABC でやってるやつユニットライブ、ユニットライブフォント出せやつ超吉本、さあ始まりました超吉本でございます、吉本超本気見て人気出んだよな、意外と。平子くんはくんってさ、くんってもともとはどういうあれなんだろうね、下に見てんのかね、あのさ、小学生の時ってさ、小学生の時って近所の年上の子はなんとかくんって呼んでたじゃん、うんうん、でもさ大人になってみるとなんとかくんって呼ぶのってちょっと後輩を呼ぶ時の感じだね、うん、まあ、そうだね、うん、上の人、あ、でも上の人、うん。でも下に見てないですかね。もう並列です、みんな。そうそうそう。うん、だから俺本当に、下とか上じゃないマジで人類歴だから、うん、人類の、宇宙の歴史で見たら人類なんてみんな同期で、うん、ギリだからサーベルタイガー3とかじゃない、サーベルタイガーレベルとか、レベルで3、ようやくちょっと上かな、1個上とかじゃない、歴史で見るとね。人だけで言ったらじゃあみんな、並列。並列だと思うよ。こんな、何にも変わんないよ。そうだよね。なんかぐじ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 、うん。そんなんでさ、うん、日本なんか特にさ、部活やら何やらでいろんな弊害が生まれてるわけじゃんか。はいはい、日本はそうかもしれないですね。ちゃんとそういうなんかその暴力的なものがあったりさ、うん、なんかもう、そういう、組み伏せちゃうようなさ、うん、一個生まれが早いだけでなんか組み伏せちゃうようなさ、うん、悪しき習慣があるじゃん。わかるわかる。それを、うん、こっから、俺らから正していこうと、うん、いうわけですよ。うん、俺結構メガネかけてんの。花粉症だからね。なんか俺こっからもう当分メガネだね。おい、けといものひろこ自然に言ったからかな。やっぱ辛い。辛い。薬もやっぱ効いてんだか効かないんだかよくわかんないけど。CM 中もひろこ薬もう一度飲んだ、ね。飲み薬飲んじゃった。いや辛そうだな。うん、1日2回までなんだけどね。もう使っちゃったな2回。今日使っちゃったこの時点で。早いね。うん、喉を鉛筆で突くわ、うん、なんで突こうとすんのお前みたいな言っても分かんねえようなやつが言い方が違うな、言い方がやっぱりもともとは先輩後輩、うん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 、でそれを取っ払ってもいいよって言うんだけど、うんうん、そのなんだろうな、その言い方を別にさ、きつく言わなくたっていいじゃん。同期って別にきつく言うってことじゃないじゃん。柔らかく、なんか、尊敬の念は多少別にさ、同期でも入っててもいいじゃん。ああ。そうよ。呼び捨てでもってことですね。そう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 。わりわり。柔らかく。ごめん。わりわりとかじゃなくて。あ、ごめん。ごめんなさい。別に同期だってごめんなさいでいいんだよ。うんうんうん、すいません。ほぼほども言わなくていいって言うだけで。ごめんね。おう、悪い、ほんと、申し訳ない。そんな言って。なんか、チクチクすんなぁ。いや、どうすればいいんすか、うん、そんなぁ。っていう時に便利なのが、うん、これ、敬語なわけだよ。戻ってきたもん。おい。戻ってきたよ。丸かったよ。まっすぐ走ってたのにさ。地球丸かったわ。戻ってきちゃったよ。サイドベルタイガーさんと一緒だよ、それ。戻ってきたよ。マンモス平子。明日の上映。でけえやつよ。スポーツ系漫画のでけえやつよ。ただの。それタメ口だよ。何がいいんですか？いや、自由よ、そこは、本当に。で、マンモスかサーベルだったらどっちがいいの？いや、サーベルだね。サーベル平子？さ、うん、サーベル平子だね。サーベルティラノは？ティラノ平子だってあるわけですよ、ね。ティラノ、あ、ティラノさん。インフンでらしい、ティラノ平子。うん、ああ、いや、いいと思う。うん。ステゴ坂井とティラノ平子。ステゴか、俺。ステゴやだな。ステゴっぽいじゃんだって。いやいや、もうちょい強いやつがいいですよ。いやいや、でも、なんかフォルムがステゴっぽいじゃん。ステゴだったら立っただけみたいな。いやいや、トリケル、原始人平子。
原始人さん。はじめ人間坂井。で、ちょっと下にすんだよ。全部。アンモナイト平子。イカ坂井。イカ坂井。下なのかな。ちょっとわかんないね。アンモの下じゃねえだろ、別に。イカは。いや、これ難しいね、やっぱりね。上下関係の話は。好きにしてください。いや、あの、ひな祭りが、はい。あったじゃないですか。ありましたね。うん。ひな人形どうするっていう話も、ここでね。はいはい、してました。ね。はい。なる。結構前に、はい。うちのお母さんから、うん。なんか電話かかってきて、うん。ケンタ、ひな人形どうすんの？ほう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 。まあ、確かに、その電話まであんまり考えてなかったなと思って。おばあちゃんの方が気にするよね。そうそうそう。いや、どうしようか。まあ、買うとしても、小さいやつか、だったりでいいかなと。うん、別に、そうよね、とかって言って、むーちゃんがもうちょっと大きくなってから買ってもいいのかもよ、とかで今の時代とかって言うのよ。はあ。うん。で、なんなら、うん、なんか、でっかい企業とかの大きいビルの1階に、何段もあるひな人形のところで3人で写真撮ってきてそれでもいいんじゃないって結構マジトーンで言って、こいつまだ川崎かよみたいな、そんなやるわけねえじゃんお前、大企業のおこぼれちょうだい、おこぼれちょうだい、おこぼれビナ、うん、スーツ着てけば大丈夫よみたいなこと言うのなわけねえじゃん、見たことねえ俺そんなやつ、三井住友の1階とか行って、わかんないけどさ、日例の1階とかでさ知らないけど、いやさすがにそれは俺、うん、ないけど、そうね、うん、まあ本当に小さいやつ、うん、買うとしても本当に小さいやつか、あそう、まあまあでもむちゃが大きくなったら私もなんかこうお金払ってあげたりするから、準備しとくから言ってね、みたいなこと言ってたの。したら、先週のラジオ終わってからぐらいに電話かかってきて、なんか、ギリになってちょっとチキったのかわかんないけど、けどやっぱ初ゼックだし、買うべき、買うべきよ、みたいな。いや、そういうのチキったって言わねえよ。いや、多分自分の中であったんじゃない、まあまあ、なんかギリになってきて。そう言えば初絶句だもんな、そう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 。女の子のものはそういうのはちょっとわかるよね。いや、だって、いや、そんな企業のあれでいいって言ってたじゃん。何急にとかって言って。いや、もう私出すから、買いなさいって、もう、ヤバタンにお電話してさ、はいはい、またお母さんから電話ってきて、こんな言ってるよとか。うんうん、ちょっと考えようか、もう買おう方向で行くみたいな感じ、ね。またお母さんから電話かかってきて、こんなん言ってるよって、あんまうまくいってねえの？読みしゅって。うまくいってんだけど。そっかーってなってたところで、うん、次、矢端の、はい、父ちゃん、元競輪選手の父ちゃんから、急に上野動物園行こうって、来たのよ。もう、むーちゃんに会いたいのかなと思ってて。うんうんうん、で、3人で上野動物園行って、三人。あ、三人。ムーちゃんも入れて、四人で行って。で、別に普通に楽しんでたんですよ。はい、ムーちゃん、像を見せたり、なんとか、つって。で、ヤバタンとムーちゃんが、なんか、外した、うん、席外したっていうか、トイレとか、なんか、授乳かなんか行った時に、二人きりになった時があって、ケンちゃん、まあ、こんな喋り方ね、すごい優しい。ひな人形どうすんの？マレーグマの前で言われて。いや、まあ、それはたまたまだろ。二人でマレーグマ見ながら。そこ選んだわけじゃねえでしょ。親父が。聖児全然俺の顔見ないで。マレーグマ見ながら。目線合わさずに。目線マレーグマはお前だと思ってた可能性もある。似てるかもしんないけど。いや、まあ一応ここでは考えてるけど、ただ決めきれないまんまでいるんだよね、とかって。なんか、セカンドパックみたいなのがさ、セックだからこれ、お祝い、ね、これでなんか、買ってよとかって言って。渡部篤郎なの？さっきから。買ってよとかって言われて。おいいんすか？一気にね、急にね。そう。で、後々見たら、うん、結構入ってて。まあまあまあ、ね。これはもう、ひな人形買う
いやしかねえんだって、ね、うんうん、そこでちょっと自分でもなんか決断できたっていうところもあって、そうそう、ね、うんうん、買うかって言って、うん、何買うかは分かんないけど、うん、じゃあヤバタンのママからもヤバタンに電話かかってきて、はい、うちになんか5段ぐらいのひな人形あるっていうの、うん、そうなの、お母さんとお父さん連携取れてねえじゃん。そう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 。全然。まあ、ねえ、離婚してるからなんだけど。ああ、そうそうそう。そういうことか。じゃあダブルで来るんだ。そう、ダブルで来るんだよ。三方向から来るんだよ、うち。ああ、そっかそっか。そう。ややこしい。ややこしいのよ。ややこだね。うん。こんなもう何百万するようなのを、ヤバタンが生まれた時に、買ったんだって、それ。ああ、もうなんか、競輪選手がそういうの大事にしそうだもんね。そうそう。娘さんのね。そう。どうするっつってそれ。一回三人で固めれば。え、本当そうなの。ルノワールがどっかで三人会って喋らせて。マジでそうなんですよ。こっちで集計していろいろこう精査しなきゃいけないからさ。ひな、ね、会議。そう。忖度が生まれたりする。そうだよね。打ち出します。いやいや私が。そう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 。うんうんうん、それでヤバタンの生まれた頃に。はい。ヤバタンのお母さんのお母さん、おばあちゃんで政治のお母さん同士が揉めたんだって、どっちが人気を出す。でこれを揉めるのはもう境家でなしにしようみたいな。だからうちの五段のやつ、ケンちゃん家に送ってあげるって、うち無理だからそれ、置けないからそれ、無理無理無理って言って、もうこっちでちゃんと精査していろいろまとめなきゃいけないけど、まあとにかくうちは。政治から10万もらってるし、10何万とかもらってるし、お母さんも帰っちゃいのでもいいから帰って言って、はい、まあこれで買おうっていうことになって、結局、俺が行けない日に、うちの母ちゃんとヤバタンで、日本橋かなんかに、あら、よさげ。いいの買いに行こうって言って、二人で買いに行ったなって。しゃ、本当に、コンパクトな。切り箱が段になってて、はい、はいはいはい、あるね、うん、そうで、その切り箱の中に最後しまえて、うん、収納もちっちゃくなって、うん、もう一番ちょうどいいやつ、はいはい、SD ガンダムのやつだ、 SD ガンダムのやつじゃないのよ、離島しんの SD ガンダムのやつ、日本マシン多分売ってないんだけどSD ミナちゃんとしたお人形のやつ、一段の本当にコンビのやつ、ペアのやつ、ペアのね、ペアのやつ、まあまあそれで買ってくれたら、まあよかったなと思って、いくらじゃんこれって言ったら、7万ずつするんだって、あの一段でも、一段でも、マジで政治サンキューって感じ、いやそうだね、あぶねーって感じ、うちも一段だけど、すんのかな、そんぐらいしてんのかな、いやしてますよ、あの箱に入ってるやつでしょ、箱に入ってるやつ、うん、立派な箱でしょ、立派な切り箱に入って、うんうんうん、これ7万すんのって感じだったの、へえ。危なかったマジで、ガンタンクはどっち側なの、ガンタンクじゃないですガンタンクじゃないですチービー戦士でやってないですよ小学五人林かわい、かわいよさそうだな、小学生のタンプレナンバーワンじゃないんですよチービー戦士で やってないからうちは曲いきます、マカロニ鉛筆で臨終ラブ、聴きいただいたのはマカロニ鉛筆で臨終ラブでした、はい、メールが来ております、はい、あ、先週だっけ、自分たちの俺ら の祖先、うん、うん、松江とか、うん、松江、はいはいはい、すごいのいる、いるかとか、あ、うん、俺のこの名字の由来はこれだ、はいはいはい、みたいな、弁慶、弁慶で牛若丸、牛若丸、うん、の祖先が組んだコンビが俺たちメール来ています、ラジオネーム新しい人、平子家の名字の由来についてですが、古くは、うん、神奈川の平子という、うん、鎌倉幕府の武士から来ており、その後福島県に広まっていったらしいです。平子氏は、うん、謎が多い一族ですが、うん、武闘派ではなく、知力を使って、うん、領地の平和を守る文治派と言われて、いて、300年以上にわたって、うん、領地や農民を戦乱に巻き込むことなく平和を守ったとされています、うん、ちなみに平安時代末期には、うん、平子有長という武士が源頼朝
から、義経と同様に鎌倉を追い出されるような記述があります。平子氏は弁慶とも遠からずです。はあ、俺文治派か。知力が、うん、一番ね、そう、松江がそうだったんですよ。一番やりたいやつが、そうだ ね、体は大きいでパワー系かなって思わせておいて、文治派、知力を使って平和を統治してきた。はあ、一番いいじゃん。これ今300年以上にわたってこの戦乱に巻き込むことなくっていうこの文化かつてないんじゃないかな、これ。本当に平子って言うんだ。あ、でもね、俺の名字で、うん、平氏、平子、平子って、うんうん、読み方はそれぞれで。あ、そうなんだ。うん、へえ。なぜこの平子の末裔であることを隠さなきゃいけなくなったかだよね、うん、それを平子って読まなきゃいけなくなったかっていう。そこにもなんかあるんだ。なるね。え、鎌倉幕府の武士だね。いや、そうですよね。うん、うん、頼朝じゃない、そうですよね、頼朝ですよね。え、あ、これよりな、これ頼朝って書いて、知力で、俺がなんでこれを俺がなんでこれを読めないふりをしなきゃいけなかったのか。文治派。俺文治派だからね。なんだこんな頼朝って読ませに来てんだから。源が、源が読ませに来てんの。キラキラネームだよ。なんで頼る朝と頼朝じゃん、どう考えて。何頼朝って。寒ー、寒じゃないのよ。寒じゃないのよ。親ヤンキーじゃん。今争ってのもしょうがないのよ。平家と源で。まあ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 。僕は文治派ですから。あ、でも知力の人なんだ。まあ元はね、末裔はやっぱりそういう、うん。はあ、パワータイプじゃないんだ。パワータイプっぽいっすけど。切れたらパワータイプ。うわ。そういうこと？どっちも兼ね備えてんだ、自分以外の人が傷つけられた時のみ。自分はいいけど。自分はいい。やば。自分は、あの、文治派だから。うわ。あくまで。ぶち切れんだ。友達とかが、やられたりしたら、うんうん。そう。鳥とか飼ってる。文鳥とか殺された。プチンプチン。いやいや、ご飯じゃん、それ。続きまして、知りたいな、横浜市ラジオネーム、アーノルドのボール。先週平子さんと酒井さんが松江について話をしており、うん、リスナーにもすごい松江がいるのではとメールを募集していたので送らせてもらいます、うん、実は僕にもすごい松江がいるんです。え、その人とは東京都港区のモノレール浜松町駅から、うん、大田区の羽田空港第二ターミナル駅までを走っている東京モノレールを作った人です。すげえ。なんとその人は僕の曽祖父です。ええー。もともと僕の曽祖父は野球をやっていて、高校野球で活躍したらしく、うん、あの読売巨人軍からスカウトが来たらしいです。しかし、当時実家はかなり貧乏だったらしく、スカウトを断り、自ら社長になり、エレベーターの会社を始めたらしいです。そしてそれから数十年後、会社はかなり大きくなったそうです、うん、ちょうどその頃東京モノレール開発の話が進んでいたらしく、曽祖父に東京モノレールの開発プロジェクトのトップ、つまり開発プロジェクトのリーダーのオファーが来たらしいです。そして曽祖父は東京モノレールの開発プロジェクトリーダーを無事に務め、うん、あ、務め、無事に東京モノレールを開業することに成功。すごい。そして今日に至ります。はぁ、はあ、本当、本当みたい。まあでもすごいね、うん、まあでも戦国とか出ちゃってるからね、幕府の話になっちゃってるから、近代的で文治派が出ちゃってると、うん、僕にもすごい末裔がいるってやっぱちょっと変だよこれ、やっぱり、うん、そうだよね、自分が末裔だよ、ね、そうだよね、うん、そういうことだよね、こいつは、こいつ文治派じゃないね。実は僕にもすごい末裔がいるんです。未来の話でしょ。すごいけどな。アルコ&ピース DC ガレージ。
だそう。よしよし行くぞ。初めて。よしよし俺も行こう。よいしょ。あやだ。初めて。アルコ&ピース DC ガレージ。アルコ&ピースの坂井健太です。平子祐希です。さあそれでは明治とのコラボコーナーに参りましょう。直火ローストのコーナー。今年で誕生60年の明治アーモンドチョコレートは独自の直火ローストで香ばしい。この番組のリスナーも独自に香ばしいを集めている香ばしマニアでございます。ということでこちらのコーナーでは明治アーモンドチョコレートを食べる前に聞くと香ばしさが倍増する何かを香ばしマニアリスナーから送ってもらっています。はい、では紹介していきましょう。北海道ラジオネーム完売テイスト。だから俺ダーツやるときはサウスポーなんだって。知らねえよ。いるだ。だからの前、うん、なんか言われたんかね。あれ左利きくらいでしょ。うんうん、だからあるよね。そこまで鉛筆持つだときだけとかね。ああはいはいはい。続きましてラジオネーム終電まんじ。ちょ、店長なんでシフト表の中に俺の名前入ってんすか。俺客っすよ。うわ、これ何。遊び行ったのかな。遊び超もう入り浸ってる。いやーきちいそれ。きついなー、バイト先のその感じ、ね、こいつ入り浸っててだけなのに、あのたまに客来るとスパスパって接客、うん、はーとか言われて、あーみたいな、うん、俺いねえとみたいな、店長俺接客したよ。うわこれは、続きましてラジオネームメッシュ心にまみず。いや、なんでリアル脱出ゲームに来てまでお前らのこと笑わせなきゃいけねえんだよ。やだなぁ。行きたくねえな、こいつとリアル脱出ゲーム。ちゃんとやるから楽しいのに。そうそうそう。あれはね、そう、真面目にやるから楽しいの。別に求めてないから、お前の。そうね、女子がいる時だけ。はしゃいで。続きまして、ラジオネーム、ガイル・ガーゴル。俺、チェックインと同時にチェックアウトしたことあるよ。なんで？なんで？トラブルじゃないの？何があったんだよ。間違えただけじゃない。続きまして、ラジオネーム、5% の男子 40g。短い鉛筆持ってるけど見る？いたな、ギリッギリまでいたね。最後も自動鉛筆削りでも削れないから、ね、入らないやつね。小刀で削ってるやつ。あ、いた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 。そいつでも賢かったな。でもそれを見せつけちゃうタイプ でキャップはめてね、使うとき、うん、いたわこれ。ラジオネーム笠のりのり。加盟店うちだけの電子マネー使う？怖えよ。なんだよ、聞いたことねえやつだろう。それ。読み込まれるよ、こんなの。情報は全部裸じゃん。東京都ラジオネーム、本気小池クレイジー。これマジで信じてほしいんだけど、俺んち、磁石くっつくとこ一つもない。絶対嘘だろ。さすがに嘘だろ。お前んち？家電ねえじゃん。家電結構磁力使ってるから、ね。バカだな、こいつ。すげえバカだわ。磁力のことあんま分かってない。分かってないかもね。杉並区ラジオネーム、フォレストパンク。ちょっと、コロッケさん想像して。そうそう。絶対黒目が上向いてんのよ。確かに。おお。口いいってやつ。そうだね。そう。すごいことだね。うん。岩崎宏美さんのあの感じの顔だよね。そうそうそう、なんか。ひどいな。
恐竜になるときとかの頭パカーって言われるやつ続きまして、ラジオネーム知るべきだイエローン川の一番上まで遡上したのに好みの鮭いなかったから精子出すのやめるわ関係誰でも彼でもじゃないよ。そういうことか。かっこいいね。鮭にもあんのか。どうすんだろう。どうすんだろうね。もう一回戻んのかな。あれだって、精子出したらオスってそのまま死んじゃうたりとかじゃなかったっけ。そうだよね。もう力発揮。そうだよね、はい。どうすんだろう。もっと上に行くのかね。うわ。竜になる鮭。おもろいな。すげえ。続きまして、ラジオネーム、タイマイ。1から一つずつ数字数え上げて、今、2億63だけど、楽しくはないからね。楽しかねえだろ。きちいって。2億63までいったの。すごい。美味しそうだねとは思うだろということで今週は以上です。引き続き明治アーモンドチョコレートを食べる前に言うと香ばしさが倍増する何か送ってください。受付メールアドレスはすべて小文字で dcg@tbs.co.jp です。メールの件名に直火と書いて送ってください。そしてこのコーナーにメールを送ってくれたリスナーの中から抽選で5名に明治ナッツチョコシリーズ5種詰め合わせセットをプレゼントします。アーモンド、マカダミア、香るカカオ、ヘーゼルナッツ、ピスタチオの5種です。欲しい方は住所と本名をお忘れなく。香ばしい直火ローストメールお待ちしております。さあということでアルコ&ピース DC ガレージやっという間ですが、そろそろ別れの時間でございます。はい、宿題が出ましたけど、レンタルレンタルツタヤでレンタル表さドラマチェックしてくる、はい、こう今空き時間貴重なんだよなだね、カード作ってとかってなるとね意外と時間かかったりするよあるし、うん、まあそもそもまずレンタルをしてるのか、うん、まあそう、それもね、そこもあるし、ね、うん、だから借りれたら5枚借りてきてデュエルしましょうよ。センスデュエル結構貴族の遊びよ3枚でもいいじゃん、まあ、もちろん見るしね、ちゃんと見て3枚デュエル、いやむずいね、いやこれ狙いすぎるのも違うし、ね、そう狙いすぎるの全然違う、うんうん、違うし、ね、全然違うから、あったらねやってたらね噂になるぜ、ちょっと顔バレしてたら確かに。さあということで TBS ラジオでお聞きの方、この後1時から爆笑問題カーボーイでございます、はい、ここまでの相手アルコ&ピースの酒井健太と平子祐希でした。We put the good in the good in the good.